はい、どうも、ヘソバです。ということで、あと24時間切ってまいりましたので、本日もカープ攻略していきたいと思います。まあ、見てくださいよ、この000というね。ここから、どれだけ持っていけるのかというかさ、もうさ、今回は上がりたいよね、40リーグに。40リーグに上がらずにはいられないだろう。ということでですね、もう、できることはすべてやる。そういうスタンスでやっていきたいと思います。もうね、20連、土管、回しちゃいやいと思います。回しちゃいやいと思います。はい。では行ってみましょう。まずはシングル土管から。シングル土管はね、もうね、緑色でいいんですよ。緑色でシングル土管、いいんですよ。ほらほらほら、もう、そうなんだよ。そうなんだよ。うん。大丈夫、大丈夫。ちょ、待って、お待ちよ。何が出るか待って、取ってん、こいつレアだったのね。取ってん、レアだったの。なんかレアなんだけど、レアじゃないみたいな、なんかちょっとよくわかんない感じだな。うん。そう、緑ね。緑でいいのよ。ああ、そう。もうラリーぐらいで十分。ラリーぐらいで十分よ。よし。ということで、でも今ゴールド引く意味はないから、こっちだろうな、当然。よし。引くよ。クッパ引くよ。はい、来た。はい、来た。ゴールド来た。ありがとうございます。はい、来た。おー、キャシャリンね。まずはキャシャリン。まずはキャシャリンよ。まあ、そりゃそうよ。全部が出たらやばいもの。モートンね。次は？ああ、ルドウィックね。うん。次は？ああ、バースデーガールね。こいつよく見るな。お、カロンね。うん。ああ、ノコノコね。はい。これ、金土管よね。これ、俺今引いたの、金土管でいいんだよね。はい。ミケ、パラ、フォイル。ミケ、パラフォイルは、なんかいいの？ミケ、パラフォイルってなんかいいんだっけ？まあ、いいか。そういうことで。ラスト10連行ってみたいと思います。えいっ、レッツゴー。よっしゃ、金土管来て、クッパ帰ってきて、クッパ。まずはバースデーガールね。そしてバースデーガールね。おーマッシュね。3回連続バースデーガールだ。どうしようかと思った。ルドウィックめっちゃ引くね。本当にこれ金土管なの？本当は金土管じゃないんじゃないの？お、猫クラシカルね。うん。ああ、キノピコね。うん、お世話になってます。いつも本当にお世話になってます。うお、来た！何か来た！何か来たよ！これはもしかして？うおー！ああ、どうも、いつもお世話になっています。なんでなんだ。もうそんな感じか。今回のそういう感じか。つらいってば。もうなんかないんすか。これだったらさ、カメックかさ、このおじさんをさ、強化した方がなんぼかマシだよね。カメック強化しよう。よし、カメックを強化する道具ください。カメックを強化する道具。ないやないか、カメック強化する道具。なんでないの？なんでないん？カメック強化する道具。あるやないか、カメック強化する道具。はい、送れよ。はい、ありがとうございます。カメック強化する道具、ありがとうございます。んで、カメックを強化して、よし。まずは、この装備で臨もう。この装備で、とりあえずクッパキャッスル臨もう。でも、
目標はさ、目標1万だな。1万は行きたい。1万行ければもうなんか200点ぐらい。ここはよし、まずは第一層行ってみたいと思います。レッツゴー。はい、まずね一番やばいのはね、まずここのここでさ、かつ3段すら立ってねえよ俺。まず持って、うわすごい爆発だったね。よくみんな無事だったね。カメックも無事に住んでよかったよ。わあ、全然なんかコースが分かんないもん。これはさ、なんか未だに自分の通ってるコースがさ、合ってるのかすら分かんないんだけど、今のは間違ってるってことはわかるよ。うぜえうぜえ、道連れにするなよ。あー、ミスった。せっかくのさ、痛いってば。もうせっかくの巨印ボックスがさ、うわうぜえ、もう下にぶら下げんな。あ、ミスった。なんかコースあるように見える、あそこ。やばい、ここ相当走り込まないとダメじゃん。もうさ、ダメじゃんって言ってんのにさ、もうああいう余計なことしてくる人いるでしょ。もうさ、やばくない？これ7位だよ俺。これはやばいよマジで。このままだと6000ぐらいしかいかないよ。ひどい。7000だけはありえないだろ。うわー、でっかいクッパ通った。はい、8582。もしかしたらもうちょっと伸びるかもしんないけど、この辺が限界というところですね。はい。まあ、クッパキャッスル一旦この辺にしときましょう。次。ピーチサーキット RX。ピーチサーキット RX っていうぐらいだからピーチで走ってあげよう。割と高いやないか。俺ここ走ったことあんのかな？ちょっとまずは、試し走り。はい。ほ？すげえ繋がんないねここ。こことかすげえ悩む。ここはこうするしかないんだろうけど。ないんだろうけど、落ちて2段ジャンプ。ミニターボ、おー、ラッキー、ナイス。あ、これなんかで走ったな。結構序盤の方で走った気がすんな。もう一回ぐらい欲しいな。フィーバー。できれば、後続を立つためにバナナフィーバーとかがあるとありがたいんだけども、そんなことは許されなかった。ロングスロー！わかんな。え、今ロングスロー決まったの？なんか、ナイスコイン、ナイスコイン。どうだ、16,665。ふむ2万ぐらい欲しいなここ。
うん、2万ぐらい行きたい。この装備で、この装備で出せってか。辛いこと言うね。まずはちょっとお試し。はい。しかもディノジャンってそんな出るイメージないんだけど俺。まずね、ああいう小さなね、コインとか取れなかった時点でね、ちょっとやばいね。飛びの割といい感じのルート、いい感じのルートだけれどもだな。これ何が起こってんのこれ。グラインドキープいいんだけど何が起こってんの。怖い、緑コーラ、こう当たったし。フルネームの人とか見てるとさ、あ、これ多分あれだなみたいな、親御さんが作ってくれたアカウントでプレイしているキッズなんだなとかってさ、なんか思うんだけどさ、そういうことかな。やっぱりびっくりした、聞いてる人もびっくりしたよね。ごめんね。びっくりした。あんなところにバナナあると思わんかったわ。めっちゃびっくりした。多分あれは、あの恐竜の上通った方がいいんだな、結局。危ねえつうか、何この信じられないぐらいのバナナの量。14,000。これで、まずは4万か。4万か？違うな。3万8000だな。3万9000。これでやっと10位か。あと3000ぐらいか。なるほどな。2万とか届くもんなら届けたいよね。まずはちょっと、厳選まで、リセマラしていきます。リセマラ&練習もちょっとするか。13558、13558。あー、もうなんなん今の。乱数調整失敗。いけないのかな。お？誰？誰あの人？あの人誰？いずれ俺壊しそうな気がするんだけど。あの普通にあの携帯電話として使ってるあの端末なんだけど、壊れたらちょっと困るなっていうのを最近ちょっとビビってきてるんだが、一周ちょい回って6600やろ。まあいずれでもここでさ、ここでジャンプアクション引けなきゃもう話にならないんだけど、ジャンプアクションじゃねえや、コインフィーバーをさ、どうなん、引けないんすか。おお、バナナ
バナナフィーバーか。バナナフィーバー悪くない、悪くないよ。悪くないんだけど、1万、もういいか、いいか、ゴールしちゃった。でもそれじゃあ全然ダメじゃないか、全然ダメじゃないか。たった1000でしょう。あと何歩さ、あと2000、あと2000か。ディノじゃん、あと2000ぐらいはなんかなんとかなると思うな。にゃ、何今の、何今の、あの大豆とかいうゴリうぜえ、あのゴリうぜえわ。あ、首の上で静止するという、首の上で静止するというなんか大技見たかったんだけど、そういうわけにいかなかったか。セット K、 やった、バナナフィーバーだ。でもバナナフィーバー人が多く取るところに仕掛けねえと意味ねえんだよな、当然のことながら。痛い。下手したら今のサンダーの方がポイント稼げたんじゃないか。いやー、1万1000は欲しいな。やったやったぜ。なんぼですか。16414、いいんじゃないでしょうか。16414どうですか。16414、お、1000プラ1000、よし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 。残り1位まで1400点と迫ってまいりましたよ。1400点。じゃあ、まあ、じゃあ最後はやっぱりさっきまでずっと頑張ってたピーチサーキットで引けるもん引いて、引けるもん引いて終わりたいね。まあでもディノディノもさ、よう考えたら